入れ歯のマイキーです。はい、今ですね、美容院様の方に行ってきまして、東京リベンジャーズのマイキーカット、マイキーカットね、にしてもらいました。でこれちょっと後ろね、すごいまだ髪がちょっと短いんで、一応結んでますみたいなね。実際のマイキーくんはもっとバーンとロングですけど、まあ美容院のね、お姉さんがうまーくやっていただいて、僕の長さでもマイキーくんカットができましたってことで、はい。で一応ですね、今日の配信はなんですけども、今言いました、まあ先に美容院様の方行きましてですね、なんとなんと今日はですね、カラーをまた私全部金髪にしまして、でカットもね、ほら中の方やっていただいて、それから眉カット、眉毛も2ミリにしてもらいました。でなんとですね、ポイントが溜まってたんですよ。ポイントが溜まってて、合計で、これちょっと俺の名前見えちゃうから言わないけど、見えますかこれ、5080円というめちゃくちゃ安いお値段でした。それとプラスポイントが溜まってて、このね、プレジウムワックス、ミルボンのね、ヘアワックス無料でいただきましたみたいなね、ありがとうございます。はい、ということで、今日は美容院行ってきまして、マイキーくんの髪型にしたってことと、ちょっと説明しますね。7月、9日金曜日、全国で、東京リベンジャーズの映画がロードショーで開幕されます。で簡単にね、どういう、ね、話かっていうと、この東京リベンジャーズってもう2017年に、マガジンっていうね、少年コミックで、もう発表されててね、始まってたんですけども、連載されてたんですけども、じゃあ簡単に言うと、不良だった主人公が中学時代へのタイムリープ能力に目覚めたことを機に、かつての恋人が殺害される運命を変えるべく元凶となる暴走族チームで成り上がる姿を描いたサスペンス作品なんですよね。言っても何言ってるか分かんないと思うんですけども、要はね、まず主人公の、花だった竹道くんね、これは俳優の北村匠海さんがね、やるんですけども、これあんま分かんないですけどね。でもう一個ね、ここ大事、すごい今大事なんだけど、佐野万次郎ね、僕がこの真似した、通称マイキーくんってね、東京卍会の総長をやってますね、っていうお話の中で、東卍というふうにしましょうか。でこちらの佐野万次郎さんの役が吉沢亮さんというね、俳優の方がやられてます。でその次に、竜宮寺健ね、通称ドラケンっていうね、役、副総長ですね。ではこちらが俳優の山田裕貴様がやってますね。僕この人だけは知ってて、ハイ&ローズの親子のね、頭の方でしたよね。かっこいいイケメンのね、この方だけは僕知ってたんですよ。でこのね、まあ3人と、あとはですね、その彼女役、のね、中学時代の彼女役、今田、美穂さんっていう女優の方が演じています。でまだ僕も見てないんですけども、7月9日以降にね、見に行きたいと思ってるんですけども、これ前にも僕の配信で紹介しましたけども、漫画がめちゃくちゃ面白いんですよ。とにかく漫画がめちゃくちゃ面白くて、で今全22巻まで出てるんですね。であんまり言うとな、これネタバレになっちゃうからあんま言えないんですけども、で一応 YouTube では12話までアニメで見れますので、見てください。でそうですね、要はタイムリープをして、まあ、かつての交際相手のね、女の子を助けるっていう、まあ最初は話なんですけども、多分映画ではその辺までだと思うんですよね。でその後いろいろまたあるんですよ、タイムリープも何度もあるんで。でいろいろ話も変わってきて、いろんなね、暴走族、メビウスとかね、 ICBM とかね、あとマイキーの、兄ね、ブラックドラゴンとかも出てきます。でなんだろうな、この漫画の魅力っていうのは、
ありえないですよね、通常はね。そのマイティ君、佐野万次郎君は身長162センチと、すごく小さいのに、このね、髪型のね、主人公じゃなくて、総長なんですけども、えれっせんですよ。本当にえれ強くて、ありえない角度からの蹴りとかもね、あのアクロバットが半端じゃないのは、あれをね、実写化できるってすごいなと僕思って、あの今回この映画に関してはすっごい楽しみなんですよ。はい。で、東京リベンジャーズってまずね、その、漫画で22巻まで出てます。それから YouTube で12話までただで見れますので、ちょっとその辺を見ていただいてから、今年の夏はね、東京リベンジャーズね、見ていただければ多分一番面白い映画だと思いますので、でね、なんだろうな、こうやって僕真似しちゃうぐらいだから分かると思うんですけど、めっちゃかっこいいからマイティ君が。はい。ってことで今日は2本立てでしたね。今回は、東京リベンジャーズの、映画紹介と、今日ね朝の方に、ね、リトル清原様とね、コラボもしましたので、素晴らしい、7月の始まりだと思ってます。今日からね、私言った通りダイエットね始めてます。食事の方も、減らして、ちょっと運動の方はねまだ時間なくてできてないんですけども、ちょっと夕方ね歩こうかなと思ってますんで、よかったら今年はね、マイキー君の髪型、もしくはドラケン君の髪型ね、ドラケン君はこっちでもう超ロングで、ここに入れ墨ね、竜の入れ墨が入ってますね。今度ペイントしようかなとも思ってますけども、そんな感じで、今年の夏は、ね、ごめんなさい、今年の夏はこの映画ね、東京リベンジャーズを見て、楽しみましょう。ではまた、バイチャー。